よし、電車間に合ったな。そうだ、トイレ行っときたかったんだな。確か電車にはトイレ設置されてるし、探してみるか。あれ？トイレがないぞ。一体どういうことだ？おい、電車にトイレがなかったんだが、どういうことだ？おやおや、キメイ丸ではないか？キメちゃん、今回はどうしたの？俺が乗車した東海道線にトイレがなかったんだが。え？嘘でしょ？いいや、嘘じゃない。先頭車、中間車ともに探してみたが、本当になかったんだ。そんなこと、あり得る？で、どこの路線に乗ったんだよ？俺は、静岡に観光に行く予定で熱海から静岡方面の列車に乗ったんだ。ということは、静岡地区だな。そうかもしれない。なるほど。それ、残念な列車に当たってしまったようだな。え？え？まさか、そんなのがあるの？ああ、それじゃ、今回はそれらについて見ていくとしよう。気になるわ。俺は、いつも通り影から聞いておこう。では、私たちのショータイムと行こう。ラジャー。今回は、これよ。残念な列車に救いの手、静岡地区名物異形式連結。その、ネーミング。そもそも残念な列車って存在するの？ああ、ではまず、東海道本線の静岡地区で活躍する車両たちを、軽く紹介しておこう。おう、東海道本線の静岡地区では、現在211系、313系が主力車両で、211系と313系が普通列車を担っているんだ。ホームライナーや臨時列車などには、373系が起用されているぜ。ふむふむ、今回は、211系と313系たちがメインとなるぜ。313系は JR 車両で211系は国鉄車両の部類よね。静岡地区で活躍する211系は、国鉄型と呼ばれる部類ではないようだぜ。え？どういうこと？211系って国鉄車両って思われがちだけど、現在、静岡地区で活躍する211系は、JR カゴに新規製造された部類で、JR 東海のオリジナル車両となるんだ。なるほど。そして残念な列車というのは、211系だぜ。どうして？というのは、静岡地区の211系には、とあるものがないんだ。まさか？トイレ？ああ、そのまさかだぜ。へ、名古屋地区で活躍する211系には、中央本線名古屋から中津川の、長距離運用を担うことから、一部の編成にトイレを設けていたが、その後全編成にトイレ設置されることになったそうだ。トイレ設置に伴い、静岡地区の車両と組み替えも実施されたそうだ。ふむふむ、一方の静岡地区に投入された211系は、混雑対策によって、定員数を増加させることに加え、トイレの維持にかかるコストを減らす目的で、トイレの設置がされなかったようだぜ。そういう問題？そんなことを利用者が受け入れるわけもなく、苦情が多かったそうだぜ。当たり前でしょ？そのことを踏まえて、JR 東海では、東海道本線の静岡地区では、通勤通学などのラッシュ時間を中心に並結運転が行われていて、211系が運用につく場合には、313系とコンビを組むことが多いんだ。それは、いいね。そして211系と313系のこのコンビこそ、静岡地区名物となり、残念な列車の救い手となったんだ。おう、ただ、運用上の関係で、短距離で運用される場合には、211系のみで蘇生される編成があるそうだ。また、一部のロングラン列車でも、211系のみで蘇生される6両編成などが運用につくことがあるようだ。まさに残念な列車になりそう。今回のダイヤ改正からの運用において、この残念な列車が増えているようだな。熱海から浜松の区間を走る通称、ロングラン列車でも増えているようだ。へ？というわけで、キメイ丸が乗車した謎列車は、211系のみで蘇生された列車ということだ。なるほど、そういうことだったんだな。これはもううんとしか言いようがないからな。でも、異形式連結も多いから、とりあえず、313系に乗車すれば問題ナッシングだぜ。覚えておこう。これで一件落着ね。それじゃ、そろそろいい時間だし、今回はこの辺りで終わろうと思うぜ。今回は、静岡地区の新たな発見と鉄道会社の対策について勉強になった。俺も勉強になったぜ。
それは良かったぜ。みんなも、楽しんでいただけたかな？よかったら、チャンネル登録よろしくね。俺からもよろしくな。今回も長らくのご乗車、ありがとうございました。